ソニックシャッフルは2000年12月21日ドリームキャスト用ソフトとしてセガより発売されたパーティーゲーム。開発はソニックシリーズを手掛けるソニックチームとボンバーマン、モモタロー電鉄、マリオパーティーなどを手掛けるハドソンとの共同で行われた。今作はソニックシリーズでは非常に珍しいボードゲームである。ボードゲームではあるもののソニックならではのアクション性は ミニゲームという形できちんと入れられている。夢と現実が交錯する不思議な世界、マージナリワール。そこは、様々な次元世界の人々の夢や希望が紡ぎ出す、結晶体、プレシャストーンによって支えられていた。ところが、ある日、突然、ボイドという謎のモンスターが現れ、プレシャストーンを封じ込めてしまう。プレシャストーンの力を失ったマージナリワールは、 崩壊の危機を迎えている。マージナリワールの守護精霊である妖精、ルミナフローライトは別次元の人々へ助けを求めた。知恵と勇気を持つ者へ向け送られたメッセージ。それを受け取ったのがソニックたちだった。ソニックたちはルミナから与えられた魔法のカードと不思議な力を秘めたホースジュエルを手にマージナリワールを救うために走り出した。基本的にゲームの目的は プレシャストーンをより多く集めることである。普通のボードゲームのように、マス目を進んでいくが、移動はカードを用いて行う。カードは1から6までのカード、スペシャルカード、エッグマンカードの計28枚存在し、各キャラクターに7枚ずつ配られる。すべてのカードがなくなると、また7枚ずつ配られる。カードを使ったり、ホースジュエルを使ったりして順番に行動する。 プレシャストーンが出現しているプレシャストーンマスに止まることでバトルが開始しカードを選んでモンスターよりも大きいか同じ数字を出せばプレシャストーンを手に入れることができるすべてのプレシャストーンを入手すると最後のミニゲームが始まりそれが終了すると成績発表となる成績発表では各キャラクターにエンブレムが配られ一番多くエンブレムが配られた キャラクターが1位となる。エンブレムをもらえる条件は、プレシャストーンを持っている、リングを一番多く持っている、最後に、ミニゲームで一番になる、マップのクエストをクリアする、デュエルの勝ち数が一番多い、である。そのため、プレシャストーンを一番多く持っているからといって、優勝するわけではない。基本的に、ストーリーモードと同じであるが、ストーリーモードとは、以下のような違いがある。 なお、コム以外のすべてのプレイヤーのコントローラーにビジュアルメモリが刺さっていないとカードが画面に表示されてしまうので注意。カードは移動やバトルの際に使用する。各キャラクターに7枚ずつ配られるが他人のカードを使用することも可能である。なお、このゲームの CPU はカードの引きが妙に良いため、プレイヤーが持っているスペシャルカードも簡単に持っていかれる場合が多い。 バトルではカードルーレットが発生するが目押しで数字を選ぶことは十分に可能である。マスの上に乗ると起こる効果について説明する。バトルに勝つミニゲーム中で手に入れるなどの方法で入手することができる。一度に5個までしか持てない。移動前及びバトル中で使用することができ、プレイヤーを有利にするものや他のキャラクターを邪魔するものがあるが、基本的に 使いこなすのは難しい。ここでは本作におけるキャラクターの特徴を記述する。各キャラクターの詳細な設定などは個別記事またはソニックシリーズに登場するキャラクターの一覧の項を参照。ありがとうございます。